さあさあ、寄ってらっしゃい見てらっしゃい。ゆっくり茶番探偵田中の動画、始まるよー。それは何のつもりだ。ここで俺を殺せば計画が。何、すでに完了しただと。なあ、おい、やめろよ。ここまで協力してやったのに、こんなのあんまりじゃねえかよ。頼むよ。頼むから、殺さないで。遺体はそのままでいい。ほな戻るぞ。計画の最終段階の準備や。ここですわネゴ。ここが江藤の自宅です。結構いいとこに住んでるじゃないの。それなのに借金返済しないとか、舐めてんだろ。額は利子込みで2000万。本日中に返済してもらえなければ、後日差し押さえを行う予定です。朝霧さんの許可も得てます。手回しが早いことで。しっかし下せねえな。え、何がですか？その江藤ってやつ、外出はあまりしないそうじゃない。あ。少なくともうちで金を借りたい子、外出は一度もしていないそうですよ。これはうちの監視からの報告なので確かな情報です。そんな奴がどうして2000万も借金こさえる羽目になったんだろうな。さあ。あ、先々月から大きなトラックが複数回この家に訪れてたって話もありまして、きっとそれが関係してるんですよ。トラック？宅配業者とかの？それがどうも違うらしいんすよね。何それ超怪しいじゃん。物は？そこまでは見れなかったらしくて。まあ、まともなものじゃないわな。すねえ、俺もそう思います。そんな奴に金貸すなよなあいつは。帰ってくる見込みがねえってことくらいわからないもんかねえ。ほんとですよ。担保もない。保証人もいないのに、そんな奴によく大金なんて貸せますよね。それでちゃんと毎月儲けが出るってんだから驚きよね。ええ、まったくっす。ん？おい、二人出てきたぞ。どっちが江藤？あ、いや、二人とも顔写真と合致しないっす。どっちも違うのか。じゃあ、あいつらは何者なの？さあ。なんだい、鹿とかよ。やっと姉を。お嬢さんらも、ここの門に終わりか？取り立てだよ、借金の。そんなことより。あんたら。匂うわよ。すっごく。血生臭い匂いがあんたらからプンプンする。それは、どういう意味や？少なくとも片木の出す匂いじゃないってことよ。つまり何が言いたいか、わかるでしょ？ああ、なるほど。お嬢さんの想像通りだ、せやったら。どうする？別にどうもしないよ。気になったから尋ねてみただけ。あまりこづくような真似をするのはよした方がいい。相手が俺でよかった。取り立てならまた日を改めた方がいい。ここの家主は今、死ぬほど疲れている。ふん、そんなの私の知ったこっちゃないね。ほな。もう勘弁してくださいよ、姉を。ヤクザだって分かっていながら因縁つけるような真似して、俺肝が冷えっぱなしでしたよ。ああ、ごめん。にしてもあのローブかぶってたやつ、すっげーでかかったっすね。2メートルは優に超えてましたよ。確かにでかかったけど、そんなのうちのボブやタニアンも2メートル超えてるし、見慣れてるだろ。今さらあんなん見てもビビらねえよ。でも、いざそんなやつと対峙したら、少しはビビらないですか？レモン、的がでかくなったくらいにしか思わないわ。てか、あいつら、ここいらじゃ見ねえ顔だったな。すねえ、多分県外から来たんすよ。なんか言葉に鉛がありましたし。その県外のヤーコーが江藤の家に何しに来やがったんだよ。さあ、そんなの知りたくもありませんよ。ヤクザの争いに巻き込まれるのだけはごめんっす。最王会の連中はこのこと知ってんのかよ。ま、そんなこと私らには関係ないか。ほらジュラと行くわよ。お待ちかねの取り立てタイムだ。え、いいんすか？さっきのヤクザさん、取り立ては日を改めた方がいいって。そんなの知るかっての。こちとら次が控えてるんだ。債務者の都合に合わせられっかよ。たとえ死ぬほど疲れていようが死んでも払ってもらうからな。もちつけ、こういう時こそそそそそ冷静にってばっちゃかじいやが言ってた。気がする。ほらよく見てみろよ、こりゃトマトケチャップだぜ、こいつ死んだふりしてやがる。わわ私の根はごまかされないからな。見てろ。二三発蹴り入れたらたまらず起き上がるさ。皆さんはどう見ても死んでますって。とにかく警察に。バカ、お前、バーカ。今警察に通報したら私らが容疑者になっちまうだろうが。じゃあどうするんですか？逃げるんだよ。今すぐこっから。くっそ、ガチで死んでやがったよ。あのヤーコードも、とんでもねえことしてくれやがったな。なあ、あの死体どんくらいで発見されると思う？さあ、俺にはわかんねえっすよ。結構俺たちの痕跡残してきちゃったっすけど、大丈夫なんすかね？わかんない。警察の捜査力っていまいち。まあここの警察は無能だって定評があるし、大丈夫なんじゃね？多分。
警察はあのヤクザがやったと分かってくれますかね。それもわかんねえ。このこと早く朝霧さんに報告しなくちゃ。それ、気が乗らねえんだよね。信じてくれっかな。もしかしたらあいつ私の方を疑い出すかもしれない。私っていつも癇癪起こして拳銃ぶっ破することあるから。それをまたあの場でこじらせたんじゃないの？って言われるかも。日頃の行いってやつですね。まあ、考えすぎですよ。朝霧さんならきっと姉子の言うことを信じてくれますよ。電話鳴ってますよ。もしかして朝霧さんからじゃないですか？正解。タイミングがいいのか悪いのか。あんたの言う通り正直に話してみるわ。もしもし、朝霧。今すぐ事務所戻れるか？うるさ。何よそんな焦って。緊急事態だ。招集がかかったんだ。採用会から。筆利きの奴いるだけ連れてこいってな。たく、奴らまた戦争でもおっ始める気かよ。今帰りか？近くにいるならすぐに事務所戻ってこい。あ、朝霧。こっちも大事な話があって。すまんが後にしてくれないか？他の奴らにも招集かけんといけなくって。あ、そうなの。私ら今天津商店街の方にいるの。事務所に帰るのは少し時間がかかりそう。オーライ。ならちんといていの前で待ってろ。俺が車で拾ってっから。それとジラとも一緒にいるのか。あいつは帰らせていいわ。どうせやり合いじゃ足手まといになるだろうからな。了解。本人に伝えとく。ちんとんていで待ってるわ。ほんと悪いな仕事終わりに。また後でな。うっわぁ、もう嫌な予感しかしねえ。やっとあれが原因。なんかただごとじゃないっすね。朝霧さんなんて言ってましたか？お前、帰れ、足手まとい。今日のあんたの業務は終了ってことよ。いいわね、一人だけ定時帰りで。こちとら残業で殺し合いしなくちゃいけないかもしれないってのにね。ファーっと、どういうことですか？そんなのこっちが聞きたいわよ。おじき、急ぎましょう。クズ誘拐の連中め、なぜ今になって攻め込んできたのぜ。はーい、採用会の犬どもを、地獄でよろしくやってろ。かしらー、どうしますか？実行員の部隊だ。採用会本部まで車回せ。あいあいさー。目標の爆破を確認、感じます。たんむたんむたんむ、あはは、お前ら俺みたいな小物の命を奪ったところで、何の利益にも何はしないだろう。金ならやるさ、なんなら俺がクズ誘拐さんらに協力してやってもいい。お前の協力なんていらねえよ。ご視聴、あざしたー。